はい、こんにちは。今日はこちらのリサイクルレースイートブラックと、こちら多分同号の丸貝ビーズだと思います。21番。こちらのね、透明な感じのビーズと、でこちら、ダイソーで販売されている刺繍手縫い糸。こちらを使って、ちょっと何か作っていきたいと思います。いつもね、作ってて、やっぱりやめました、みたいな感じになるので、まあ、当初予定していたものとね。ビーズクロッシュはね、楽しいので、やっていきたいと思います。とりあえずね、ビーズをレース糸に通していこうかな。で、このブラックは、カラーナンバー12番。で、レース針の寿司は0から65。で、こちら、ジャンコードになってます。で、こちらは、ジャンコード、こちらに。なってます。かわいいですよね。ミックスラメ。引き揃えてはいくんですけど、実際に、ビーズを通すのは、このレース糸だけにしようかなと思ってます。ちょっとこう、刺繍糸なんでね、たぐってる時にブチッと切れてしまいそうなので、レース針に糸を通して、ビーズをね、全部、すくって、入れていきます。はい。全部、通してきました。ちょっとわかる、次買うときわかるように、一粒だけ、ちょっと残してますが、こんな感じ。で、ここから、こちらの、シルエットも、一緒に編んでいきたいんですけど、あ、結構、思ったよりも太い感じですね。そしたら、ここから一緒に、引き揃えて編んでいきたいと思います。では05でいこうかな。レース針の05で出ます。輪を作ってもらったら、ここで鎖編み1、2、3目立ち上がって、針に糸をかけて、輪の中にくぐらせて、で、ビーズを寄せて、引き抜く。で、ビーズを寄せて、引き抜く。あ、うまくできた。はい。この繰り返しでね、次の長編みは、ビーズは編み入れない長編み。で、次は、編み入れる。っていうのをね、交互にちょっと。長編み。はい。こんな感じ。でね、交互に12目と鎖編み3目も長編み1つと数えて12目輪の中に編み入れていきます。はい、12目編んできました。かわいい、綺麗な感じです。
初めね、ちょっと難しいかなって思ったんですけど、慣れたら、そうでも、なかったですね。で、ここで、引き締めていきます。引き締めて、こんな感じ。あ、うん、可愛いですね。ちょっと独々しい感じはしますけど。はい。じゃあこれで、初めに鎖編み3目編んだところの3目目のところ。ここにね、引き抜いていきます。よいしょ。はい。これで、1段目が完成ですね。したらね、あとは、円の増やし目の方法で編んでいくんですけど、同じなんですよね、これも。ちょっと待ってくださいね。一応、毎回お見せして、もう見飽きたよって人もいると思うんですけど、初めての人のように。円の増やし目の仕方、これは細編みで書いてるんですけど、長編みでも一緒です。と、これが長編み一つ分の一つのところだと思ってください。で、偶数段は単数割るにマイナス1の目から増やし目をします。で、奇数段は最後の端に増やし目をします。なので4段目だったら、4割る2マイナス1の目からなんで、1目目から増やし目。6段目だったら、6割る2マイナス1の目から増やし目なんで、2目目に増やし目。8段目であれば、8割る2マイナス1の目から増やし目なんで、3目目に増やし目っていう感じで、目を増やしていくようにしていこうと思います。長編みでも一緒なんでね。で、引き抜いたところに、たくさり編み、1、2、3。で、長編み1と数えます。で、また同じところに、今度はビーズを編み入れた長編み。また交互にね、同じように編んでいくんですけど、またビーズを寄せて、長編み。はい。で、これで次の目に針を刺して、今度はビーズをこの時にですね、ちょっと編み入れにくいので、そのまま、手前半目と向こう半目一緒にすくうんじゃなくて、この、向こう半目だけをね、すくうようにしていきたいと思います。この今ビーズを編み入れた目なので、次は普通の、長編み。で、同じところに針を入れて、増やし目ですね。今度はビーズを編み入れて、増やし目。また、針に糸をかけて、次の目に、今度は普通の長編み。たぐる方がね、大変なんですけど。で、今普通の長編みを編んだので、今度はビーズを編み入れた長編みで、増やし目。はい。こんな感じでね。おお、かなり独々しい感じに編まれていってますけど、これでちょっとどんどんと増やし目をしていきたいと思います。
2段目ね、この編み方でどんどん増やしていきますね。はい、ちょっと画像じゃ黒い糸だったので分かりにくいかなと思ったので、ちょっと下手くそですが絵を描いてみました。で、はじめの説明からいきます。輪の中に鎖編み3目で立ち上がりをして、この鎖編み3目は長編み1と数えます。で、輪の中に12目長編みを編んでいきます。で、ビーズを編み入れない長編み、編み入れる長編みを交互に1段目編んでいきます。のピンクの丸は丸大ビーズです。で、次の目、鎖編み3目目のところに引き抜いて鎖編み3目で立ち上がります。2段目なのですべての目に増やし目をしていきます。で、こちらもビーズを編み入れない目と編み入れる目交互に編んでいきます。3段目、また引き抜いて鎖編み3目で立ち上がります。奇数段なので最後の端に増やし目をしていきます。こちらも編み入れない目、ビーズを編み入れる目交互に編んでいきます。4段目、偶数段なので 4÷-1 ということで1目目から増やし目をしていきます。また引き抜いて鎖編み3目で立ち上がり、同じ目に増やし目をします。で、長編み、長編み、増やし目、長編み、長編みという形で編んで、またこちらもビーズを編み入れない目、編み入れる目交互に編んでいきます。で、それでどんどん大きく編み進めていきます。はい、結局ですね、そこは6段、こんな感じでね、編み進めてきました。私の中ではすでに可愛いなと思ってるんですけど。で、6段編み進めてきたので、こっからは増し目なしで編んでいきたいと思います。一緒ですけどね。また鎖編み3目で立ち上がって、からは1目につき1つずつ、長編み、を編み入れていって、交互にまたビーズを編み入れる目と編み入れない目を編んでいきます。で、鎖編み3目は長編み1と数えるので、ここで次の長編みはビーズを編み入れる長編み。次の目は2の長編み、次の目は編み入れる長編み。もう増し目がないのでね、だいぶ簡単になったかなと思うんですけど、また交互にね、ずっといいぐらいの高さになるまで編んでいこうかなと思います。下編んでいきます。はい、刺繍手の糸全部使っちゃいました。可愛かったので1個持っておきたかったなって思ったんですけど買っちゃいましたね。で、全部で12段そこから数えて編んできました。円の底が6段で、そこから立ち上げて6段編んできました。引き抜いたところで終わってます。したら、たくさり編み1つで立ち上がって山口につけるね、ところを編んでいきます。鎖編み1つで立ち上がったら、今度はね、もう細編みで、ここもね、向こう半目に
編んでいきたいと思います。細編みを一つの目に一つずつ編み入れていきます。はい、細編みで一段ぐるっと編んできました。したらここで使わないので糸をカットして、糸始末をしていきます。糸始末をしておきます。黒なんでね、そんなに目立たないとは思います。はい、糸始末が終わりました。あとは山口財布の山口を縫ってつけていきたいと思います。このつけ方はね、前に動画にもしてるので、こちらを参考にしていただけたらと思います。はい、口金の付け方も簡単に説明していきたいと思います。そこは6段なので、全部で1周が 12×6 で72目あることになります。で、口金を付けるので片方は 72÷2 なので36目で、口金の穴は今回使うものは全部で22個でした。なので22個の穴に36目を配分するという形になります。で、ちょっとね、真ん中の方は少し多めの目数の方は、ちょっとぷっくりして可愛いと思います。なので、今回、ここの、初めの7つの間は1目ずつ穴に、穴と目を入れていって、間の7目、7つの間は、2目ずつで、最後また1目ずつで、口金と口金の間は7目開けることにしました。まあ、これはね、私の好みで今回配分してるので、皆さん好みの形で配分して縫っていってもらって構いません。で、これをしたら途中で歪むとかいうことはないので、はじめにちょっとめんどくさいんですけど、少し計算してすると、口金が歪んでついたりっていう心配はないと思います。で、付け方なんかはね、以前動画でやってたりもするので、そちらの動画参考にしてみてください。そしたら、口金をつけていきます。はい。こんな感じで完成しました。これね、動画じゃわかりにくいんですけど、本当に綺麗なんですよ。めちゃめちゃ綺麗にできました。この、刺繍糸、刺繍糸じゃないか。なんだっけ。刺繍手縫い糸。このね、ラメラメの感じがね、すごくキラキラして、綺麗なんですけど、この、
動画じゃわかりにくいかな。いやでもすごい可愛くできました。サイズ感もね、今回はジャストフィットってくる感じで、ガマ口もちょうどつけやすいサイズ感でしたね。可愛くできたんじゃないかなと思います。ビーズはね、正直何でもいいんで、でも、刺繍糸に丸大じゃないと入りにくいのかもしれないですけど、昔あれ売ってましたよね、丸大ビーズ100均に。なんかね、最近よく見ないんですよね。もし丸大ビーズさえ100均で手に入るのであれば、あとの材料は全部100円均一で揃えた材料なので、うん、お手頃に作れるんじゃないかなと思います。で、レース糸の方はね、結構まだ残ってます。このぐらい残っていて、で、ビーズ使用したのは、東宝で買える、この、こんな小瓶みたいなのに入っているのを、4つぐらいかな。うん、そうですね。やっぱり、5つ買ってたら安心かなっていうぐらいの量を使ってますね。5つはいるかな。はい。で、こちらの刺繍手の糸は3つ全部使っちゃいましたね。これ3個。あっちゃめちゃ、これとってもおすすめです。可愛いしいいですね。これまたあったら買いたいなって思います。なのでの口がね、もうセリアで売ってたものを使ってますね。で、セリアのこのぐらいのサイズ感、開いた時の7センチぐらいのやつですね。セリアで購入した。はい。これを、穴あきタイプのやつを使ってます。はい。かわいく、できました。比較的にお手軽に手に入る材料でできるので、皆さんもよろしければ作ってみてください。かわいい。はい。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。そしたら、また。